東京難民ですね。東京難民面白かったですね。私はね、面白かったんで2回見ました。あれ、ね、ずいぶん長い映画だったんですけども、主人公がね、なんか軽い気持ちでホストクラブ入ったら借金ドーンできて、そこ のボスがすごく怖い人で、なんかすごかったですね。面白かった。でもああいうストーリーが東京にたくさんあるんだろうなというふうには思いました。まさについ半年前までは普通の大学生、今ホームレスみたいなね。でも逆に半年前までホームレス、今億万長者みたいなね、そんなストーリーもあるんだと思います。もちろんどっちからどっちに行くのが例として多いのか、どっちからどっちに行くのが奇跡的なのかっていうのは本当その通りです。で、吉田さんが言われたように、人生変えたいから変わったことをやる、本当その通りなんですよ。みんなと同じことやってたらみんなと同じような結果になるんですよ。ですんで多くの人をねガーッと見てて平均値で動いてはダメなんですよね。いつも少数派、イレギュラーでいかなければね。差し詰め、我々イレギュラーズってとこですかね。不正規兵ってやつですよ。多国籍兵というかね、外人部隊というか、まさにビジネス外人部隊。まあ私の場合はですね、儲かれば何でもいいみたいなところがあります。ただ儲かれば何でもいいといっても、儲かるものは何でもやりますよっていうよりも、どんなものでも儲かるようにしていくっていう意味ですね。ここも多分多くの方と発想が違うと思います。もう一回言いますけども、儲かれば何でもいいっていうのは、儲かるものだったら何でもこうやってあちこち行くぜみたいな感じじゃないんですよ。私の場合は目の前にあるものをどうやって儲けるものにしていくかっていう風なね、素材を儲けるようにしていく、その多分プロフェッショナルだと思うんですよ。だからまさにビジネスなんですよね。まあそれこそね、目の前に落ちていたゴミですらお金にしようかなとかね、目の前に落ちてる石ころですらお金に変えようかなと思って、私がね23歳の冬、秋かな、ハワイで、旅行中のハワイで石を売って時給1万と、そういうふうなことができたわけですよね。旅行中のハワイで英語を使わずに、かといって日本語も使わずに、ね、観光地で石が売れるわけですよ。いやあれはね、多分ね、今振り返ると私が他の人と圧倒的に違う、その枝分かれしたね、ダーウィンの進化論ではないですけども、人間とビジネスマンと枝分かれした最初の分かれ道だったんじゃないかなと思います。分かれた以上、私はもう人間に行く道はもうないんですよ。ですんでずっと何をやってもビジネスみたいなね、そんな感じになって、もう普通の人にはもう普通の人には戻れませんみたいな感覚だったのかなと思います。ということでね、東京難民私も見ましたね。スクールウォーズヒーロー、あれも面白かったですね。いや面白かったね。多分ね、吉田さんが見てるやつね、私ね見てますわ。やっぱ大いに被ってると思います。闇金ドックスもね、5がとっても良かったなという。なんかこの映画の中で学べることっていっぱいありますね。南の帝王しかり、なにわ金融道しかり、もうむちゃくちゃありますね。いってらっしゃい。